生まれつき四肢に障害のあった私のせいで喧嘩ばかりしていたパパとママは、お医者さんの勧めに従って契約書にサインした。こうして生まれてから一度も外へ出なかった私は、病室で迎えた11歳の誕生日に初めて自由に動く自分の体を手に入れたのだ。私は校舎での生活をとても気に入っている。
ここでの生活をとても気に入っている。ラ・プリンセッサ・デル・レーニョ・デル・ソーレ。